はい、皆さんこんにちは。今日もご覧くださってありがとうございます。そしていつもの通り私のマイルーティンよりスタートさせていただきたいと思います。はー、ということで皆さん今日もご覧くださってありがとうございます。さあ、いかがお過ごしですか？暑い日が続いてますけれども、暑さに負けないように、さあ、リフレッシュ。そして私たちにはエネルギーがありますので、そのエネルギーをうわーっと巡らせましょう。ね、運動不足になると体が硬くなる、そして弱まってくるんです。そしてですね、メンタルもドヨーンとなっちゃうんですね。で、逆のことが言うんですね。体を気持ちよく動かすとウキウキワクワクモードになり、そしてホルモン、ね、若返るホルモン、成長ホルモンが出てきます。そして体を病気をやっつけてくれるホルモンも出ます。そしてですね、免疫力も上がってきますというふうにですね、いろんな効果があるんですね。そして運動するということはですね、いろいろと自分のことに気づくことになるんですよね。で、ダンスとかヨガのルーツをたどりますとですね、今みたいに物が豊かじゃなかったんですよ。医学だってないわけなんですよ。で、自分たちがですね、自ら、ああこうやって動くと、あ、楽になったな、で元気になったなということでですね、自分で自ら動いて生み出したのがヨガのいろんなアサナ、ね、ポーズのことアサナって言うんですけども、だったりダンスのルーツになってるわけなんですね。ということでですね、私たちの体っていうのはどうやら、動くことによってエネルギーが巡るように作られているみたいなんですね。ですけどどうです？緊急事態宣言ね、あまりこう外に出るなみたいな感じになるとですね、みんなおーっとね、もう何も動かないみたいな感じになっちゃってる人もいて、どん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 弱まってきてるんですよ。それじゃね、免疫力も下がってくるし、それよりも何よりも心なんですよね。あの、人間ってですね、何もしなかったらどん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 逆にね、心が弱まってきたり、で、もんもんと、ね、あの、何かぼーっと考えてしまうんですね。そのぼーっと考えていく、ほとんどがネガティブな方に、を思ってしまうみたいなんですよ。だからうつ病っていうのはですね、現代人病だって言われているんですよね。ということでちょっとまた前置きがなくなったんですけれども、今日もまた気持ちよく動いていきましょう。で、今日はですね、わーとですね、長く声を出すとですね、長く息を吐きますので、そういう気分になるような曲をちょっとかけていきたいと思います。で、そこでですね、いつもちょっと最近はですね、皆さん顎をやっぱり動かしていただきたいんですね。あの、顎関節症の人が多いみたいで、理由はいろいろなんですけども、ずっとね、頭を前に倒す、パソコンとかスマホを見てるとか、スマホのぐらいの方で、頭を上げて見られてるかもしれないんですけども、はい、そして、もごもごとですね、あの、タッピングもしましょう。タッピングっていうのもですね、気持ちよいマッサージ効果がありますのでね、ちょっとすいません、また音を、あの、離れてね。
ながら整体してますよ。さあ、じゃあですね、脇腹や気持ちよくぐーっと体を絞り出します。お腹をね、絞り出します。そして真ん中に持っていきますね。はい、また腕を締めていきます。はい、ここのお腹の肋骨周りの筋をツイストしてぐしゃり、そして気持ちよくぐーっと胸を押し出して、お尻をちょっとねっちりみたいにするといいですよ。
焦らずにしっかりお腹でバランスをとって、うわーよいしょー、ダメダメって感じです。うわー、皆さんどうですか。さあ、ふぅーほっほっ、はい、足を閉じます。ほっほっほっ、ブルブルブル、ほっ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 、ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっと途中で音が止まっちゃいましたけれども、気持ちよく動けましたでしょうか。前半はですね、あーって声を出して、体の中からマッサージシェイクしました。そしてあーって感じでですね、ゆっくり長く息を吐くような感じで、今日は動いてみました。ポピュラーなヨガの動きをもうちょっとですね、動きやすいような、スタイルで進めてみました。皆さん、今日も最後までありがとうございます。どうかハッピーでありますように。またね、また明日もどうぞご覧ください。ありがとうございました。